ダライラマ14世、ダライラマ14世、1935年7月6日、チベット歴5月6日から、在位1940年代は、第十四代のダライラマである。法名は、天神キャツオ。1935年、アムド地方、現在の青海省の農家に生まれ、幼名を、ラモトンズプといった。四歳の時に、ダライラマ14世として認定され、 1940年に即位、1951年までチベットの君主の座についていたが、1959年にインドへ亡命して政治難民となり、インドのダラムサラに樹立された中央チベット行政府、現、チベット人民機構、通称、チベット亡命政府において、チベットの国家元首を務めている。亡命後は、法的には領する国土を持たない。 亡命政権の長という地位にありながら、世界中に散らばるチベット民族に対して、政教両面において指導的立場にある人物と目されている。また、欧米でもチベット仏教に関心のある人や、複数の著名人の支持を得、ノーベル平和賞を受賞したことでその国際的、影響力はさらなる広がりを見せており、中国は別として、世界的には、 チベットの政治と宗教を象徴する人物とみなされるようになった。2011年には自身の政治的権限を異常したいという意向を表明し政府の長から引退することになった。これを受けた亡命チベット人検証改定案ではチベット国民の守護者にして保護者でありチベット人のアイデンティティと統合の象徴であると規定されダライラマがチベットの政教両面の権威者の座につくという ダライラマ五世以来の伝統を終わらせることになった。世界的に著名な仏教指導者の一人であり、チベット仏教のゲルク派において最高位の仏教、博士号、ゲシェラ・ランパを持つ僧侶である。歴史上のダライラマはゲルク派の正式な長ではなく、ゲルク派の強制が慎調して、他派との摩擦が生じた時代に事実上の最高指導者となった学僧ゲンドゥン・ギアムツを。 そしてその転唱者に認定された、スーナム・ギャムツォに始まる、ゲルク派の統合の象徴とされた、転唱系譜であったが、1642年以降、ダライラマ五世の時代、モンゴルなどを含むチベット仏教圏に影響力を持つ、宗教的権威とチベットを滑る、政治的権威とを兼ね備えた地位となった。一方、現在のダライラマである十四世は亡命後に、 チベット人全体の清涼面の指導者とみなされるようになったが、この事態はそれまでのダライラマとは異なり、ある種の政治的事情が背景にあるという意見もある、チベット仏教内の関係参照。また、本人は自分は一回のビクに過ぎないと語ることが多い。世俗的な称号としては、パリ名誉市民、名誉博士、ニューヨーク州立大学バッファロー校などがある。 1935年7月6日、当時の中華民国青海省内のチベット北部アムド、現在の青海省海東市平安区に属するの、小さな農家にて、九番目の子供として生まれた。なお、聖火は、小農ではあったが、地主に、受属する、小作人というわけでもなかった。貴族階級でもない。わずかな土地を人に貸し、自分たちでも大麦、蕎麦、 トウモロコシなどを栽培しており、ゾモという役とメウシの雑種を5から6頭、80頭、あまりの羊や、ヤギ、2から3頭の馬、2頭の役を飼っていたという。聖火はチベットならどこにでもある何の変哲もない、ありふれた民家だったという。幼名は、ラモドンデプ、ラモドングラブと名付けられた。これは、願いを叶えてくれる女神という意味である。長男のツブテンジグメノルブは、 すでに高層タクチェルリンポへの化身として認められていて、有名な僧院、クムブムで修行をしていた。他にも18歳年上の姉として、チェリンドルマなどがいた。見知らぬ人を少しも怖がらぬ子だったと、母親は後に語ったという。3歳になるかならないかという頃、ダライラマの化身を見つけるために、チベットの政府が派遣した創作隊が様々なお告げに導かれて、 クムブム総院にやってきた。お告げの一つは、1933年に死去した、ダライラマ十三世の遺体が、埋葬前の安置期間中に、頭の向きを北東に変えたこと。他には、構想が聖なる湖で湖面に、あーか、MA のチベット文字が浮かび上がるのを、見た。続いて、青色と金色の屋根の三階建ての総院とそこから一本の、道が丘に続いている映像を、 見た、そして最後に変な形をした、問いのある、小さな家を、見たことだ、という。そうは、あーは、地名アムドのあだと確信して捜索隊をそこへ、派遣したという。かの文字は、クムブムの刑に違いないと思って、クムブムにやってきた、捜索隊は、クムブムの総員が青くて三階建てであることを、発見しその読みが正しかったと確信したという。捜索隊は、 付近の村を探し回り、やがて屋根に、コブだらけの根ズが走っている民家を見つけた。捜索隊は身分を隠していたのに、そこに含まれていたセラ僧院の僧を、セララマと呼んだという。また、ダライラマ13世の遺品と、それそっくりの偽物をいくつかその子供に見せたところ、いずれも正しい遺品の方を選び、それ、僕のだと言ったという。 上に挙げたようないくつかの確認の手続きを経て、さらに他の捜索結果も含めて政府が厳密に審査した結果、この子は3歳の時に、新章ダライ・ラマの決心第13世、ダライ・ラマトゥ・フテン・ギャツォの天章と認定され、ジェツン・ジョン・ペルガワンドさん一視天神ギャツォ、聖主、穏やかな栄光、哀れみ深い、信仰の御辞者、知恵の大会と名付けられた。年の夏、 ラサに向けて、チベット政府の創作隊ら及び両親や兄弟らと、共に3ヶ月かけて移動。ダライラマの夏の離宮である、ノルブリンカ、宝石の庭園の位に入った。1940年冬、ポタラ宮殿に移動し、チベットの精神的指導者の座に正式に就任。ラサの助漢寺で、定発式、見習い像の式が行われ、ダライラマとしての手ほどきを受け始めた。ロブサン・サムテン。 一つ上の2位と共に、読み書きの勉強から開始。お経の授業も開始。さらに、精神的、宗教的な指導者としての教育と同時に、世俗的、一般社会の指導者としての教育も受け始めた。そういった時間以外はその年齢の子供らしく活発に遊んで過ごした。8歳の時には兄ロブさんは、私立学校に行き、ダライラマは一人で教育を受けるようになった。 姉と一緒に過ごし、ロブさんや母が時々通ってくるという生活を送る。毎年春先にノルブリンカに移り、半年後の冬の始まりと共にポタラ宮殿に戻るという生活を20歳まで繰り返した。少年時代にラサには10人ほどのヨーロッパ人が住んでいて、その中の一人、ハインリヒハラーを兄ロブさんが連れてきたことで、互いに知り合うことになった。 1950年に中華人民共和国の人民解放軍がチベット東部を制圧、チャムドの戦い、1951年に十7過条、協定により全域を自国に併合。1953年に中国仏教協会の名誉会長となり、1954年に全国人民代表大会でチベット民族の代表として常務委員会副委員長に就任する。 1956年には、チベット地方政府で、チベット自治区光ナイ委員会所代主任委員に選ばれ、州本来のインド訪問に同行する外交活動などを行うも、1959年に、ラサで中国に対する大規模なデモが発生し、1959年のベット放棄、その対応に苦慮して、インド北部ダラムサラに亡命した。 そこで、チベット亡命政府を樹立した後は、同政府の長として、チベットの高度な自治権の存在を訴える活動を行っている。また、元伝ポタン、チベット亡命政府の長としてだけでなく、チベット仏教の指導者としても、アメリカ、ヨーロッパ諸国、日本をはじめとする、世界各地をたびたび訪れ、仏教の知恵に関する講演、宗教的な対話に関する講演も、 活発に行っている。最近の取材では、恒例になったこともあり、ガンデンポタン、チベット亡命政府の政治的な指導者から引退することを表明している。ガンデンポタン、チベット亡命政府のサムドンリンポチェ首席大臣に、その政治的な指導者としての地位と権限を譲る意向を述べている。1989年には、世界平和やチベット宗教、 文化の普及に対する貢献が高く評価され、ノーベル平和賞を受賞した。ノーベル平和賞の受賞に対しても中華人民、共和国政府は完全無視を決め込んだだけなく、関連図書の持ち込めさえも禁止している。2006年9月9日に、カナダ名誉市民の称号を得た。なお、カナダの名誉市民の称号を受けるのは、南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ前大統領に、 続いて二人目だった。2009年6月7日に、パリのベルトランド・ラノエ市長は、ダライ・ラマ14世に、パリ名誉市民の称号を授与した。ダライ・ラマ14世の訪問先が、中華人民共和国と国交がある国の場合、訪問先の政府に対して、一つの中国を掲げている、中華人民共和国国務員、イコール中華人民共和国政府から、 外交ルートを通じて議が入るのが通例である。そのため、外交的配慮からダライラマ14世に対する、詐称発給を拒否したり、もしくは発給に際して滞在中に、一切の政治活動を行わない等の条件が、付される場合がある。また、中華人民共和国国内でのダライラマ14世の、著書や、写真の保有、持ち込めは、治安当局の取締り対象になる可能性が高い。 中華人民共和国国務院は、ダライラマ十四世が二千八年開催の北京オリンピックを妨害しようとしていると非難した。中華人民共和国国務院の懸念する通り、ダライラマ十四世に追随する亡命チベット人による北京オリンピックへの六ヶ月間抗議運動がインドで発生したり、ダライラマ十四世を支持する組織の要請を受けて、イギリスのチャールズ皇太子北京オリンピックの 開幕式を欠席するなどの事態が実際に起きている。2012年1月7日、インドの新聞ザ・タイムズ・オブ・インディアは、西部ムンバイの警察が、中国から6人のスパイが、チベット自治区から、インド国内に侵入して、ダライラマ14世を暗殺するという法を入手。インド亡命中のダライラマ14世への警備体制を、強化する方針を決定したと報じた。中国は、 ダライラマ14世と政治家が会見を行った国に対して報復的な処置を取ることがある。ダライラマ14世と首脳が会見した国は、その後、対中輸出が2年間にわたり平均8.1%減少することを論証した研究がある。これをダライラマ効果と呼ぶ。2008年3月15日。 中華人民共和国チベット自治クラサシで、チベット族が漢族を襲撃し、暴徒化した、チベット族が焦点を略奪、放火する暴動が発生、治安当局が催涙弾頭で制圧した、2008年のチット動乱参照。第6代国務院総理音下法は、暴動は、ダライラマ14世の組織的な先導によるものだと、非難し、ダライラマ14世に対して、チベット独立を放棄し、 台湾、中華民国を不可分の中華人民共和国の領土と認めることを条件に中華人民共和国国務員とダライラマ14世との平和的な対話を呼びかけた。これに対してダライラマ14世は、暴動が自身の作動によるとの国務員の見解を否定し、事態を収拾できなくなった場合は、ガンデンポタン、チベット亡命政府の最高指導者の地位を辞任する。 故も表明するとともに、中華人民共和国国務員との平和的な、対話再開に、前向きな姿勢を示している。この動乱における、中国共産党によるチベットでの処置について、ダライラマ14世は、文化の大虐殺、に、等しいと述べた。中華人民共和国国内では、中華人民共和国国務員のフィルタリング技術により、 インターネット上でのダライラマ14世に関する議論が制限、統制されている。2009年2月にツイッターにダライラマ法王事務所を称するオディル、オフィスオブヒズホーリーノスザ・ダライラマ名のツイッターアカウントが作られ2万人ものフォロワーを集めたが偽物と判明し利用規約への違反としてツイッターよりアカウントが停止となる規制対象となった。 現在は、オディルの情報リンクページとして、オドリン法が復活しており、6万人、2009年7月以上のフォロワーに対して関連情報を提供している。同様にオドリン法は、6万人以上のフォローをすることにより、ダライラマ関連情報を求める人同士が、相互参照できるようになっている。年月には、ダライラマ世本人が正式に、 ツイッターのアカウントを取得したと報道された。2018年2月、ドイツ自動車大手ダイムラー参加のメルセデス・ベンツが、インスタグラムの公式アカウントに、英語で、あらゆる角度から状況を見よ。そうすれば、もっとオープンになれるというダイラマ14世の言葉を引用し、さらに、ダライラマによる、人生への新鮮な視点で、新しい週を始めようというキャッチコピーを浜辺に止まる、白。 ベンツの広告に掲載したところ、中国人のインターネットユーザーから批判が殺到し、謝罪に追い込まれた。2007年10月17日に行われた、アメリカ合衆国議会黄金勲章受賞式のスピーチで、チベット自治区は中華人民共和国の一部であり、あくまでも高度な自治を求めているのであって、チベット独立の絵はないことを表明した。また、日本での講演の際は、 過去に、毛沢東から、チベットの旗を、私たちの赤旗の隣に、いつも維持するべきと言われたとしてその言葉を、チベット支援者にも伝えたいと、ことしている。中国共産党中央委員会総書記である、習近平の父、習中伊と親交が深く、腕時計を送ったことがあり、習近平に対しても腐敗撲滅や、反貧困などの姿勢を評価してる。習近平は一時は、 チベット亡命政府に中国との和解を打診したと報じられたことがあり、ダライラマ14世は、チベットに高度な自治権を与えようとする習近平を中国国内の強硬派が阻んでいるとする会を示している。毛沢東主席を革命の真の偉大な指導者であり、たびたび会見して様々なことを学んだとする一方で、一般的に毛沢東より評価が高い習恩来総理は、 非常にずる賢いと思った。第一印象からして、大嘘つきだったと証言している。2007年10月17日、米国議会から議会名誉をゴ勲章を授与された。ジョージ・ワーカーブッシュ第43代大統領も受賞式に同席した。中華人民共和国政府はこれに対し、米中関係に悪影響を及ぼすとして強く反発した。 2008年3月21日には、米国議会会議長のナンシー・ペロシが、他の会議員9名を伴って、インドのダラムサラを訪問し、ダライ・ラマ14世と会談した。米国議会黄金勲章授与でも、大きな役割を果たした。ペロシは、同月に発生したチベット自治区での暴動と、中国政府の治安当局による、催涙弾や、重滑機による、 ボート制圧への国際調査団への派遣、並びに、中華人民共和国政府との平和的対話の再開に関して、ダライラマ14世への支持を表明した。1998年10月2日、ダライラマ14世側は CIA から170万米ドルに上る資金援助を1960年代に受けていたことを認めた。援助資金は、 志願兵の訓練や対中華人民共和国専用のゲリラへの支払いに費やされた。また、ダライラマ14世への助成金は、スイスや米国での事務所設立や国際的なロビー活動にも挙げられた。長年にわたって、チベット独立運動を支援した CIA の秘密工作は、中華人民共和国、ソビエト連邦などの共産権を弱体化させる目的の一環でもあった。 2010年2月18日、バラク・オバマ米大統領と会談した、同日、ヒラリー・クリントン国務長官とも会談。会談でオバマは、チベットの宗教や文化、言語のアイデンティティを守ることを強く支持すると表明。両者は、前向きで協調的な米中関係が重要であるとの、認識で一致した。会談の翌日、ダライ・ラマは、自身が、少年時代に、 フランクリン・ルーズベルト大統領から受け取り、紛失していた書簡の複製を、前日の会談の際に贈呈されていたことを、公表した。1959年3月31日に、ジャワハルラ・ラール・ネ・リュー・ショ大首相は、ダライ・ラマ14世のインドへの亡命を受け入れた。1959年10月20日に開始された、中印国境戦争以後も、ダライ・ラマ14世を保護し続け、 インド北部のダラムサラに、ガンデンポタン、チベット亡命政府と多数の亡命チベット人を今日まで受け入れてきた。2004年10月20日に、マンモファン新第13代首相は、会談の際インド国内でのダライラマ14世の政治活動を認めないと表明した。さらに、2008年に、シブシャンカールメーノン外務次官は、ダライラマ14世はインドを拠点に反中下人民。 共和国活動をしないことを約束している客人であると述べている。2006年5月30日に欧州連合本部、当時ブルッセルで開催された宗教指導者を集めた基本権と相互尊重に関する会議に参加した。イギリス政府は中華人民共和国との国交関係をもとに同国が掲げる一つの中国の政策を掲げており、 ゴードン・ブラウン第74代首相が対中関係強化を図っている一方で王室のチャールズ皇太子はダライ・ラマ14世と長年にわたる信仰で知られている。2007年9月にダライ・ラマ14世はドイツ連邦共和国のアンゲラ・メルケル第8代首相と会談した。しかし中華人民共和国政府が抗議したため年月日に 温家宝第十0代国務院総理とメルル首相との間で関係修復が図られ、メルケル首相は中華人民共和国の掲げる一つの中国の外交政策を堅持するとともに、チベット独立不支持を言明するに至った。ダライラマ14世が率いるデンポタン、チベット亡命政府は現在に至るまで国際連合の加盟国ではない。国際連合は、 2000年8月28日から8月30日にかけて開催した宗教精神指導者ミレニアム世界平和サミットに世界の宗教指導者を1000人以上も招聘したがダライラマ14世は招聘しなかった。しかし国際連合人権高等弁務官事務所の設立の根拠であるウィーン宣言及び同計画を採択した世界人権会議には出席し、 人権と普遍的責任と題した演説を行った。1975年には第262代ローマ教皇パウロ6世と会談した。2007年12月には第265代ローマ教皇ベネディクト16世と会談予定だったが、ローマ教皇庁は会談を中止した。なお、年時点でバチカン国と中華人民共和国に 国交はない。日本に入国する際は、日本国政府が中華人民共和国の推進する一つの中国の立場を外交政策として掲げているため、中華人民共和国への配慮から政治活動をしない等の条件がある。2008年4月、訪米の途上で成田空港へ立ち寄った際、安倍晋三前総理の妻、昭恵夫人と会談を行った。朝原とは、 公明先のインドで1987年2月24日と1988年7月6日に会談した。また、ダライラマ14世は、オウム真理教から、不正の名目で1億円に上る巨額の寄付金を受領しており、1989年にオウム真理教が、東京都で宗教法人格を取得した際には、ダライラマ14世は、東京都に推薦状を提出して、 オウム真理教を支援した。なお、麻原をインドに最初に紹介したのは、ペマギャルポであるが、数ヶ月もしないうちに、麻原の問題点に気づき、麻原とは関わらないようにとダライラマ法王朝に、上進している。これに怒った麻原は、雑誌や本などで、ペマを批判した。後に、麻原は、オウム事件を起こすに至るが、 テマは、大阪国最終共同司会平成11年度、総会記念公演にて、幸いにして、朝原さんが怒って、私のことを悪く書いてくださったもんですから、助かりました。本当のことを言って、と回想している。1998年4月に、京都で念仏集無料寿児が主催した、第1回全世界仏教交流会議に参加した。また、念仏集無料寿児は、 伏せとして2億円をダライラマ14世へ寄付したと週刊朝日が報じた。2008年11月、東京都内で禅光寺の若尾身の事務総長らと面会。禅光寺がチベット問題への有料などを理由として北京オリンピックの聖火リレーの出発地を辞退したことについてチベット語を表してお礼を申し上げると述べ、感謝の印として、 高さ約21センチの近藤製の仏像、釈迦如来座像を送った。善光寺は2009年3月6日、この仏像を翌3月7日から一般公開することを発表した。四国地区仏教会連合の招きで来日中の2009年11月2日に、愛媛県新浜市の萩生寺において、元伝ポタン、チベット亡命政府樹立50周年を呼び、 ノーベル平和賞受賞20周年を記念して、日本でめて混流された、ナムゲルチュール展、チベット式仏塔の海岸法要に参加した。また、同年10月31日には、東京都千代田区の日本外国特派員協会で、在日外国人記者を相手に、記者会見を行った。東日本大震災の供養のため、2011年4月29日に、ご告示、 東京都文京区にて四十九日特別異例法要を行った。また、同年十月三十日に舞島アリーナ、大阪府大阪市、十月三十一日から十一月三日に、高野山大学末た行動霊明館、和歌山県高野町、十一月五日に、西高寺、宮城県石巻市及び高章寺、宮城県仙台市、十一月六日に、西和学園高等学校、 宮城県仙台市及び本大学工学部体育館福島県郡山市にて公演石巻では慰霊供養と挨拶を行った2014年4月8日に東京エレクトロンホール宮城宮城県仙台市で開催された東日本大震災及び原発事故災者のための新党復興祈願慰霊の会にも参列して冥福を祈ったダライラマは チベット仏教の中の一宗派である、ゲルク派の事実上の領収であり、チベット仏教にはゲルク派以外にもいくつかの宗派があるが、現在、ダライラマはゲルク派の最高指導者ではなく、チベット仏教の最高指導者であると言われ、チベット仏教の法王であるとも言われている。現に全宗派の艦長は、ダライラマ14世によって認定されている。ゲルク派以外でも、 亡命チベット人のニンマ派は、現在のダライラマである十四世位を、チベット仏教の最高の長とみなしている。ただし、近代以前のチベットの宗教と社会を研究している。社会人類学ジェフリー・サミュエルは、歴史的には、チベット仏教のいずれの宗派も、ゲルク派を除けば、統一的な組織構造を持つ教団が、あたとは言い難く、ゲルク派にしても、 代表者たるダライラマと諸事院の力関係は時期によって異なり完全にダライラマによって統率された組織ではなかったとしてダライラマ十四世が亡命後に得たチベット人全体の政治的宗教的指導者としての立場はそれまでのダライラマとは異なるとしているまた十四世はゲルカ派の教えのみならずチベット仏教の長州派運動の精神を二十世紀 前半に体現したの時期で死などから人間派や加牛派の教えも受け継いでおり、ジャムヤン県政中キロドゥーの弟子であるソギャルリンポチェはダライラマ十四世はチベット仏教の全宗派の様々な領域において権威者であるとして敬意を表している。このように多分に長州派的な活動を行っているダライラマ十四世は亡命チベット人をまとめ上げる結節点となっており、 様々な宗派に属する亡命チベット人が政治的な観点から14世の地位認め、その下に結集している。しかしその長宗派的姿勢がゲルク派内の一部の保守層の反発を招いたことに加えて、ゲルク派のご法尊、ドルジェ祝電を祀ることに公然と反対したことから、ゲルクの主流派から分離した祝電派による葬儀が起こった祝電を呼び参照。 北京州法のリヒサシガスミは、ダライラマ十四世の故郷タクセル村への訪問記の中で以下のように報道した。2000年にチベット自治区からインドに逃亡したカギュハの活物カルマパ十七世を保護した。ダライラマ十四世が高齢になったことから後継者について論議がある。本来ならば、ダライラマ十四世が承認したパンチェンラマ十一世が、 転唱者を認定するのだが、中華人民共和国当局により連行されて、行方不明のために、使命もしくは選挙によって下力派のしかるべき行為の層に、直指導者の地位を委ねる旨を示唆している。ダライラマ十四世は自らは、生身の一人の人間であり、そして仏教の一僧侶であって、もし、あなたは、フッツのような何かしらの工事の存在の生まれ変わりかと、 問われれば、自分はそれに、いいえと答えると、CNN のクリスティン・アマンパーとのインタビューの中で、述べている。また、中華人民共和国国務院が2007年9月1日に、転生を届け出並びに許可制とする、チベット仏教活物転生管理弁法を施行し、活物の転生霊堂の認定にあたっては、国家宗教事務局への事前さる並びに許可を必要と、 すると定めた。すなわち、中華人民共和国国務員の許可がない活物は、違法で無効とされるとしている。ダライ・ラマ14世は1983年の国際会議で、神経科学者、フランシスコ・バレーラと出会い、科学と宗教の対話という共通の関心事に、基づいて1986年から、精神と生命会議を共同で始めた。以後、 同会議は2010年までに18回を数え、脳科学、生命科学から量子力学、宇宙物理学など幅広いジャンルの科学者200人以上と対話が続けられている。この会議を母体に精神と生命研究所が設立され、ここからダライラマ14世と科学者との対話なども出版されている。いずれもダライラマ14世の側から描かれているため、 中華人民共和国支配下のチベットでの撮影が、行わず国外で撮影されている。若い頃には、チベットの経典や、ナショナルジオグラフィックなどの歴史や、天文学の本の他にマルクスとレーニンの本も読み、中国共産党への入党を希望していた時期もあった、ことを明かしている。マルクス主義の、平等な分配の考えに同意しているが、 マルクス主義の極めて物質主義的な観点から人の生存を捉えるという部分は唯一の欠点であるとし、その点については同意していない。自分をマルクス主義者とし、反マルクス主義者と呼んでも構わないと語っており、仏教と純粋なマルクス主義が融合した場合には、それが有効な姿勢方法となることを確信していると述べている。哲学書、人生論等々。 強調形式も含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。